こんにちは。今日の講義は書籍猛暑対策ブック日本のヤバい夏を最新科学の力で乗り切るです。この本は近年の日本の厳しい夏を安全かつ快適に乗り切るための科学的なノウハウを紹介しています。著者である藤井直人氏は運動生理学の専門家であり、体温調節に関する研究を通じて得た知識をもとに熱中症対策や暑さに対する体の適応方法を詳しく解説しています。この書籍は気温が35度を超え湿度も 80% を超えるような過酷な環境下でどのようにして健康を維持し日常生活を送るかを考える上で非常に役立つ内容となっています。本書は大きく分けていくつかのテーマに基づいて構成されています。まず体温調節の基本的なメカニズムについて解説し、暑さが体に与える影響を科学的に説明しています。次に具体的な対策として水分補給、冷却、暑さに慣らす、冷やすといった方法を取り上げ、それぞれの効果的な実施方法を紹介しています。例えば水分補給に関しては単に水を飲むだけでなく適切なタイミングや量についても詳しく述べられています。また冷却方法については体のどの部分をどのように冷やすと効果的かといった具体的なアドバイスが含まれています。さらに暑さに慣れるための暑熱循環についても触れられており、日常生活の中でどのようにして体を暑さに適応させるかのガイドラインが提供されています。特に高齢者や子ども、屋外で働く人々、スポーツを楽しむ人々に向けて各々の状況に応じた対策が詳しく解説されています。これにより読者は自分自身や家族を猛暑から守るための具体的な行動を取ることができるようになります。この本を通じて読者は単なる暑さ対策の知識を得るだけでなく科学的な根拠に基づいた実践的な方法を学ぶことができます。これにより夏の生活をより快適にそして安全に過ごすための大きな助けとなるでしょう。またこの書籍は実際の生活の中でどのようにこれらの対策を取り入れるかについても具体的なアドバイスを提供しています。例えば日常生活の中で簡単に実践できる工夫や家庭での涼しさを保つためのアイデアなどが紹介されています。これにより読者は自分の生活スタイルに合わせた暑さ対策を見つけることができます。さらに著者は最新の科学的研究をもとにした情報を提供しており、これまでの常識を覆すような新しい知見も含まれています。例えば従来の水分補給の方法が実は効果的でない場合があることや、特定の食べ物や飲み物が体温調節にどのように影響を与えるかについての興味深い情報が盛り込まれています。これにより読者は自分の健康を守るためにより賢明な選択をすることができるようになります。また具体的な事例を通じて猛暑が引き起こす可能性のある危険な状況についても警鐘を鳴らしています。これにより読者は自分や家族がどのようなリスクにさらされる可能性があるのかを理解し、その対策を講じることができます。特に熱中症の初期症状やその予防法についての詳細な説明は誰にとっても非常に役立つ情報となるでしょう。このように猛暑対策ブックは単なる理論書ではなく実際に役立つ実践的なガイドとして読者が日々の生活の中で直面する暑さの問題に対処するための強力なツールとなっています。読者はこの本を通じて夏をより快適に過ごすための具体的な知識と手段を手に入れることができるでしょう。この書籍の特筆すべき点は科学的根拠に基づいた具体的な対策だけでなく読者が自身の生活環境やライフスタイルに合わせてカスタマイズできる柔軟性を持っていることです。各章では様々な状況に応じた具体例やケーススタディが紹介されており、個々のニーズに応じたアプローチを取ることが可能です。例えば都市部に住む人々と地方での生活を送る人々では日常的な暑さの感じ方や対策の必要性が異なるため、それぞれに適したアドバイスが提供されています。また著者は最新の研究成果を活用しこれまでの常識を覆すような新しい知見も紹介しています。例えば従来の冷却方法に加えて最近の研究で明らかになった効果的な冷却技術や特定の食材が体温調節に与える影響についても詳しく述べられています。これにより読者は単なる知識の習得にとどまらず
実際に日常生活で活用できる具体的な方法を学ぶことができます。さらに書籍の中では読者が自分自身の体調や環境に応じて適切な判断を下せるようセルフチェックリストや簡単なテストも用意されています。これにより読者は自身の状況を客観的に評価しどのような対策が最も効果的かを判断する手助けとなります。特に家族や大切な人々を守るために必要な情報が豊富に含まれており、コミュニティ全体での暑さ対策にも役立つ内容となっています。このように猛暑対策ブックは単なる理論に終始することなく実践的かつ個別化されたアプローチを提供することで読者が猛暑を乗り切るための具体的な手段を手に入れることができる非常に有用な一冊となっています。この本を手に取ることで読者は日本の厳しい夏をより快適に過ごすための具体的な知識と方法を得ることができます。これにより日々の生活の中で暑さによるストレスを軽減し健康を維持するための新しい習慣を身につけることができるでしょう。特に暑さによって引き起こされる体調不良や疲労感を減らすことで日常生活や仕事のパフォーマンスを向上させることが期待できます。また家族や友人とのコミュニケーションの中で得た知識を共有することで周囲の人々も暑さ対策を実践できるようになります。これによりコミュニティ全体での健康維持や快適な生活環境の構築に貢献することができるでしょう。特に子どもや高齢者など暑さに対して特に注意が必要な人々を守るための具体的な対策を知ることで安心感を得ることができます。さらにこの書籍を通じて得た知識は単に今年の夏だけでなく今後の夏に向けても役立つ長期的な視点を提供してくれます。気候変動による気温上昇が続く中で持続可能な暑さ対策の方法を学ぶことは将来にわたって重要なスキルとなるでしょう。読者はこの本を通じて科学的な視点から物事を考える力を養い日常の中での問題解決能力を高めることができるのです。これによりより自信を持って夏を迎える準備が整うことでしょう。日本の夏は年々厳しさを増しており気温の上昇や湿度の高さが私たちの生活に大きな影響を与えています。こうした環境下で健康を維持するためにはただ冷房に頼るだけではなく体の自然な調節機能を活用することが重要です。例えば適切な水分補給は体温を調整する上で欠かせない要素です。水分を取るタイミングや量を工夫することで体内の水分バランスを保ち暑さに対する耐性を高めることができます。また体を冷やす方法も多様です。冷たい飲み物や食べ物を摂取するだけでなく体の特定の部位を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。手首や首筋を冷やすと血液を通じて全身に冷却効果が広がります。さらに暑さに慣れるための工夫も大切です。徐々に体を暑さに慣らすことで汗をかく能力が向上し体温をより効果的に調節できるようになります。こうした方法を日常生活に取り入れることで暑さによる健康被害を防ぎ快適な生活を送ることが可能になります。またこれらの知識を周囲の人々と共有することでコミュニティ全体が暑さに強くなることが期待できます。特に子どもや高齢者など体温調節が難しい人々に対しては周囲の理解とサポートが不可欠です。このように私たちが直面する暑さの問題に対しては多角的なアプローチが求められます。科学的な知識をもとにした対策を講じることでより健康的で持続可能な生活スタイルを築くことができるでしょう。気候変動が進む中でこうした取り組みはますます重要性を増していくと考えられます。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜならどれだけ知識を蓄えても体が健康でなければその知識を十分に活用することができないからです。健康な体と心を維持することがあなたの人生を豊かにするために欠かせない要素です。そこで今日はライザップというプライベートジムをご紹介したいと思います。ライザップは単なるダイエットを超えて健康管理にも特化した非常に優れたサービスを提供しています。特徴の一つとして専属トレーナーによるマンツーマントレーニングがあります。これによりこれまでダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続的に取り組むことが可能です。
トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、食生活やメンタルのマネージメントも含めてサポートしてくれます。これが非常に重要で、健康的な体を維持するためには、適切な運動だけでなく、バランスの取れた食生活やストレス管理が不可欠だからです。さらに、ナイザップでは30日間無条件全額返金保証がついています。これは、サービスに自信があるからこそできることであり、もし満足できない結果であれば全額返金してもらえるので、安心して始めることができます。また、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングが提供されるため、忙しい方でも無理なく続けられるでしょう。無料カウンセリングも行っており、自分に合ったプログラムを見つけるためのサポートが充実しています。さらに、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他人の目を気にせず、自分のペースで集中して取り組むことができます。これは、他のジムではなかなか得られない特別な体験です。これにより、精神的にもリラックスした状態でトレーニングができるので、より効果的な結果が期待できます。ライザップのもう一つの魅力は、無理な食事制限がない点です。食べられるダイエットとして、健康的に痩せることが可能です。栄養バランスを考慮した食事指導が行われるため、無理なく続けることができ、リバウンドしにくい体作りができます。これにより、理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を長く維持することができるのです。ライザップが提供するパーソナルトレーニングジムは、テレビ CM でも話題になった、結果にコミットする、というフレーズで知られています。その名の通り、あなたが求める結果を達成するために、ライザップは全力でサポートしてくれます。健康的に痩せるだけでなく、心身ともに健やかでいられるようなトータルサポートが提供されるため、あなたの生活全体が向上することが期待されます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。